KOTR FFXIV here, and this is Mobius Final Fantasy Gameplay and Events. Kimi wa doko no dare da? Dou yatte koko e kita? Nani ga suki de? Dare ga suki de? Nani o kirai? Dare o niku?答えられるか。今答えた者たち、良い心がけだ。だが、君が何者だろうと、ここでは関係ない。過去とは、すでに失われた輝き。ならば君は、そもそも何を失ったというのか。いや、何を持っていたというのか。思うにどうせ。失礼。私が言いたいのはつまり、これから行く世界では、君たちは皆、平等に歓迎されるということ。だが、平等なのはそこまで。うつむいて歩く者を希望の光は照らさない。ほら、見えてきた。パラミティア、希望いずる国。私の名はボイス。君たちを導く良き友でありたいと願っている。パラミティアルール。戦わない者の名は誰も覚えない。時に君たちの名は、さあ答えたまえ。君の名は。その名を名乗るというのか。覚えておくがいい。君の名前は特別だ。この壊れゆく世界、パラミティアに希望をもたらす英雄、光の戦士の名とされている。この世界はまだ光の戦士を知らない。君と同じ名を持つ者がこれから光の戦士になる。そのように予言されているのだ。まったく紛らわしい。すでに同じ名の者が何人もいる。一体誰が本物やら。しかし残念ながら今はまだ空白から。そう、君たちのことはブランクと呼ぼう。さあブランクたちよ、北へ。北に何が。従った方がいい。物言いは無礼極まりない。ボイスは9割なんだ。役立つことしか言わない。残りの1割クソみたいなたわごとだ。なんだよ。ほっとした。よく知っている風景だ。いや、よくある風景だろうか。とにかく戦えということらしい。
助けてここ助けてここあいつに貸しを作れ。ここのルールは聞いたな。戦わない者の声は誰にも聞こえない。つまりモーグリを助けるやつなといない。クポ助けてクポ。俺はガーラント。見どころのあるブランクを光の戦士らしく鍛え上げることが生きがいでな。お前はなかなかいい素材に見える。異世界にはない。ボイスの見合ってやる。ほらモーグリのあのすがるような目。あの種族は瞬時に体験を共有する。一匹に売った恩は種族全体に広がるんだ。これはまたとない好機、逃す手はないぞ。ささ、優しく触れてみるクポ。親愛なるセーラー王女クポ。クポ、このもの待望の戦士の資質ありと思い、この地に連れてまいりました。これまでの戦功は、まあこの方はわずかな時間で大きな力を身につけたのですね。悪くない。クポ、強さだけではないのです。この者は魔物に襲われていたオイラをわざわざ助けてくれたのです。クポ、まあ予言の通りですね。その者はモーグリを刺激せず友として歩む。クポ、セーラ様いかがでしょうか。この方が人々のために戦ってくださるというなら、王家は大いなる期待と感謝を込めて支えましょう。もちろんこの方のお気持ち次第ですが。ああ、では王家の祝福を授けます。楽しみに待っていますね、あなたに会える日を。セーラ様は遠い土地にいるけど、クリスタルを通して恩人さんに不思議な力を授けたクポ。どんな力だ。離れた場所へひとっ飛びの旅の力。その力でコーネリア城のテレポストーンを使うとセーラ様のもとへ近づけるクポ。ああ、テレポか。なんとなくわかる。誰だ。ボイスが見張ってるのか。クポ、あんなのと一緒にしないでよ。私はエコー、はじめまして。そしておめでとう。何がめでたいんだ。君は世界に選ばれたのよ。君の運命導いてあげる。そういうのはもう間に合ってる。いろんな奴が俺を導こうとするからな。そうそう、誰もが君の意志を無視して一方的にね。悲しいけど運命ってそういうものよ。だから私も君についてくことになってるの。へりくつだし迷惑だ。そんな格好でつきまとうな。大丈夫よ、君にしか見せないから。じゃあよろしく。クポ、よう、セーラとは話したか。ゴーランド。ああ、ルーン越しに話した。一つ忠告しておく。女もまた守るが、身分のある女は特にな。ガーランドは異端の人クポ。恩人さんは気にせず予言に身を任せるクポ。予言にはあの女も登場するのか。もちろん。
セイラ様は光の戦士とは。予言は日々変わる。見極めが肝心だ。異端を城に入れるな。異端を殺してしまえ。声が何か言ったな。聞こえないのか。ああ、異端を殺せだとさ。悪い奴ほど正当を主張する。覚えておけ。カポー、セーラー王女、お美しいカポー。ずいぶん古い絵だな。そうかな。こいつもカビ臭いような気がする。なあ、いつまでここにいるんだ。恩人さん次第クポ。だったら行こう。ここにいると俺まで朽ちてしまいそうだ。クポ、いつまで経っても王女に会えない。そうこなくちゃ。ボイス、ガーランド、モグ、セーラ、ブランクたち。他人と話すほどに俺は世界に取り込まれていく。世界の一部になっていくような、そんな気がした。ここパラミティアに来てどれほどの時が過ぎたのだろう。もう分からなくなってきた。So watching, I hope this helped. Like, subscribe and comment for more Mobius Final Fantasy videos.